こんばんは、くまです。政権マニフェスティア番外編ということで、今回ゴールドが 42,938 あるので、ノーマルガチャの方を20回やっていこうと思います。よろしくお願いします。ではまず1回目です。ノーマルガチャから SR とか出るんですかね。はい、高感度アイテムのたわしですね。では2回目です。お、キャラも出るのか。しかもニューですね。エレナの N プラスです。では3回目です。 N とかよりは個人的には好感度アイテムの方が欲しいところですね。お、 R プラスの、好感度アイテムですね。水ですか。お、 R の好感度アイテムです。お、 R プラスですね。先ほど出た水です。お、なんだこれは。ライフアップ、占拠時、本拠点 HP と味方取りで HP が2倍になりますと。へえ、こんなのも出るんですね。へえ、知らんかったな。まあ、ほとんどノーマルガチャ回したことなかったので、一気に今回回します。松茸が N プラスなんですね。松茸食べたいな。まだ季節ではないですけど。お、うな重？おお、うな重の方が上なのか。松茸の方が単価は高いんですけどね。たわし、お、またエレナ。はい、必要マナが下がりました。今ので10回目ですかね。たわし、うん。おお、また拠点 HP アップ、ライフアップですね。これで経験値2倍とか出るの。お水ですね。お、サンサン。ここら辺の N は使わないのでいらないな。お、ニューですね。クレハさん、 N 弓ですね。あれ？違うの？さっきの子じゃない。青葉さん、 N 弓ですね。さあ、ゴールドもかなり減ってきましたね。おー、初期マナアップ、これは嬉しい。500ですけどね。いや、でも嬉しいな。お、なんだこれ、マリモ。さあ、なんか来い。キャラはいらないな。サンサン、
N プラスです。ラスト、とたわし、まあ交換アイテム OK ですね。さてでは今回手に入れた好感度アイテムでこの犬飼さんの好感度を上げていきたいかなと思います。基本的にはこの好感度は好物を上げた方がいいのかな。松茸とかだと、あーなるほど、好物だけ上げるようにしましょうか。ではこの水を全部あげるのと、たわし鉱物の人とかいるのかな、まあ、たわしは全部あげようか。え？ではご視聴ありがとうございました。